ゼルモビーティは1960年代のアメリカバスケットボール界で活躍した元バスケットボール選手。テキサス州ヒリスター出身。NBA ではセントルイスホークスの中心選手としてプレーし、ABA ではユタスターズでリーグを代表する選手として ABA オールタイムチームにも選ばれた。2013年8月27日、73歳で亡くなった。 ウッドビル高校卒業後、プレイリビュー農工大学に進学。チームのエースとして活躍し、1年目には25.4得点14.1リバウンド、2年目には24.5得点20.1リバウンドを記録し、以後3年連続で平均20得点20リバウンド以上を達成した。大学通算成績は24.7得点19.4リバウンド。 フィールドゴール成功率65.5%だった。1962年の NBA ドラフトで全体3位指名を受けて、セントルイスホークスに入団。ルーキーイヤーから即戦力として活躍し、10.2得点8.3リバウンドを記録して、オールルーキーファーストチームに選出された。その後も順調な成長を見せ、ホークスの中心選手だったボブ・ペティットや、クリフ・ヘイガンらに代わって、 チーム内で対等。4年目の1965から66シーズンには、得点とリバウンドで、チーム1位となる20.7得点13.6リバウンドを記録して、チームのエースに成長するとともに、オールスターにも初出場を果たした。イゴビーティは、毎シーズン平均20得点10リバウンド以上を稼ぎ出す大黒柱として活躍。ホークスは、ペティットや、 ヘーガンダの引退で一時上位争いから撤退するも、ルーハドソンや、ジョー・コールド・エルラが入団すると1967から68、シーズンには56勝を挙げて、強豪として帰り在った。ビ BT 自身はホークスがセントルイスからアトランタに、本拠地を移した1968から69、シーズンには NBA における、キャリアハイとなる21.5得点11.1、 リバウンドを記録している。ビーティは選手として全盛期を迎えていたが、このシーズンのオフに契約問題でホークスを去ることになり、ABA のユタスターズに移籍することになった。この頃の NBA と ABA は選手をめぐって、壮絶な引き抜き合戦を行っていたが、b e は、ディック・バリーラと共に NBA から ABA に移籍した、ビッグネームの一人だった。 契約問題のため1969から70シーズンはプレーできなかったが、1970から71シーズンからスターズに入団。スターズではリーグを代表するセンターとして活躍し、1年目には22.9得点15.7リバウンド、リーグ1位となるフィールドゴール成功率55.5%を記録し、オール ABA セカンドチームにも選ばれた。 BT の加入でスターズは前期の43勝から57勝を挙げる躍進を見せ、プレーオフではファイナルでケンタッキー・カーネルズを破って初優勝を果たした。プレーオフ期間中23.2得点14.6リバウンドを挙げた BT はプレーオフ MVP に選ばれた。2年目の1971から72シーズンに NBA ABA 通じてのキャリアハイとなる23.6得点13.2リバウンドを記録してを境に BET の成績は下降線をたどり始める。スターズでは4シーズンプレイし1974から75シーズンに NBA に戻りラストシーズンをロサンゼルスレイカーズで過ごした。NBA、ABA 通算成績は12シーズン889試合の出場で 15207得点9665リバウンド平均17.1得点10.9リバウンドだった。ありがとうございます。